愛媛県民主医療機関連合会は、愛媛県における全日本民主医療機関連合会の地方組織。略称は、愛媛民医連。愛媛県における民医連の広がり1952年9月、新居浜市で医療保険を持たない日雇い労働者、商人、農民、市民、在日朝鮮人などが中心に医療政協の設立を展望しつつ、 民家の一部を借りて診療所を開設した。その後1960年1月、松山市で生活と健康を守る会の運動の中で、中与診療所を開設。伊予市では人家をお曲がりして1965年11月、中小企業労働者、生活困窮者が中心となり、与診療所を開設。この三診療所は、その後、誰もが安心の差別のない医療を目指し、 新居浜では苦難を克服して、新居浜共立病院に発展。中予診療所、医療診療所も優勝化を実現した。その後の課題として、愛媛における民主的な医療と保健予防の一端を担うため、医師、医療スタッフの充実を図ること、施設の拡充、医療生協組合員の拡大が求められた。そして将来の展望を明らかにする計画が必要であることを確認し、 第一次5カ年計画を策定。その第一に松山にセンター病院を建設すること、そのために3つの政協を合併させる討議を重ねた。結果、1981年4月、愛媛医療政協が設立。その後、5カ年計画に沿った計画が着実に進められ、保健、医療、福祉の総合的な活動を安心して、 住み続けられる街づくり運動を進めている。http コロンスラッシュスラッシュ e-min-iren.jp スラッシュいつでも、どこでも、誰もが、安心して医療が受けられる地域の医療を目指して、愛媛県民主医療機関連合会。2020年6月12日閲覧。全日本ミニ連事業所一覧。愛媛県。全日本民主医療機関連合会。 2020年6月12日閲覧、ありがとうございます。